ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストは建築家の隈研吾です。六本木ヒルズはね、ビジョンの大きさみたいのがあるからね、実はいろんな日本の大きな開発をデザイナーの目で見てみるとね、六本木ヒルズぐらいこう志が高くて、明日の都市はどうあるべきかってことを見据えてる開発ってそんなたくさんはないんですよね。で、21世紀型の都心型、都心型っていうのは要するにいろんな多要素が混在していて、こう住まいレジデンシャルな細やかさもあるけど商業的な華やかさもある、そういう開発をこう作ろうっていう志の高さが、あれだけねストレートにこう実現してる例は世界にもそんなにないですよね。でそういう意味で僕は六本木ヒルズのことをすごい評価してるんですね。僕はまあその森さんのが僕はアーティストだって前から思ってたんだけど、やっぱりあれアーティスティックなセンスっていうのがディベロッパーって絶対いるんですね、これからの時代には。要するにそのビジネスのセンスとかファイナンシャルのセンスっていうものだけでは逆にビジネスとしてうまくいかないんで、アーティスティックななんかひらめきとか、そのひらめきをどうしても実現するっていう強い意志みたいのがないと、これからの都市開発ってうまくいかない、そういう時代なんですよね。だから今アートってものとビジネスってものがすごく距離が近くなってるような気がするな。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。